チューチューチュー月に変わって、あ、いや違う、チュキに変わっておちゅちょきちょやはらー、皆さんこんにちは、ビャビンでーす。意味わかるかな皆さん、これオープニングのこのネタきっとわかりませんよね。本日はこちら、ムーンドロップのチューのイヤホンをレビューしていきたいと思います。ひもじお願いします。初めてのチュー。懐かしい。君とチュー。I will hold you now。竹と書いてチュー。チュー。ね、ムーンドロップ、水月雨と書きますけれども。2回目だよね。こちらもまた。女の子ね、女の子二次元イエーイ、女の子大好き、買いづらい、チュチュチュー、というわけで、こちらも出たばっかでございます。はい、この子不思議なんだけど、はい、でまあ気に入るかどうか知らんけど、もうマイク付きがあるときはうちはマイク付き選ぶので、マイク付きです。これは一応つけときました、ついてたんで、いや耳にかける、ね、かけやすいやつね。ね、またね、でムーンドロップ、はい、竹と書いてチュー、うん、マイク付きです今回、うん、10ミリのナノチタン PVD コーティング複合振動板を使っております、はい、どんな音がするのでしょうかというわけで、こちらね OK です。 OK ですか、聞いていくわけですが、付属のケーブルで、DH80S ヒリスのね、シングルエンドでつなぎまして、はい、聞いていきましょう。サクサクっと。サクッと。Apple Music、Apple AC ファイルで。はい。ブラックピンクさんで、ボリュームいってくださいね。はい。ラブシックガール。ちょっと上げる。うん。あら。綺麗な音。ナチュラルサウンド。はい。平井大さんでスタンバイミースタンバイユー。おー、ええやん、ええやん、聞きやすい。はい、ワニマさんでたまに。おー、ちょっとバンドこうふわっと聞こえるのかな。はい、シミショウさんは奥高さんでカーテンコー。あ、バラードめ絶対いいと思う。こういう感じの音は合いそうってもうわかる。うん、いいね。はい、綾瀬さんで夜なでる目の。おー、なんかクリアでほんと聞きやすい。これもあれだね、どのジャンルにも合いそうなイヤホンって感じ。はい。コールドプレイ BTS でマイユニバース。ちょっとなんか引っ込みように聞こえるけど、また別に音量上げればあれだと思うし。上げてみる。うん。変わるし。うん。はい。はい、感想どうぞ。なんか意外だった。なんか結構軽めに聞こえるのかなっていう、なんか印象になんかなりそうなさ、デザイン性とかじゃ感じじゃん、今回ちょっと。でもなんか全然違くて、普通にバランスよくて聞きやすくて、お、ええなーってなる感じです。うん、ついエセ関西弁が出るような感じの、思わず言ってしまいそうな感じ。なんか、せやな。やろせやろか。やろほんまかいな。せやで。やめよ。でもなんかね、第一印象と違うような、うん、第一印象と違う音を出してくるから、うん、なんかね、いい感じだと思う。そうですか。うん。うん、終わり。はい。俺たち終わっちゃったの？何捨てないでくれ。やだ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 。メンヘラメンヘラ。はい、ヘラルドと言ってください。あ、すいません。メンヘラは差別用語になって指定されておりますのでね。皆さん知ってました？知らなかったです。気軽に使わないようにね。じゃあ僕のターンで。はい。はい、広域は、カリッとして伸びる抜けの良いクリアな広域で、くっきりと主張してくる広域です。はい。でミッド中域は高質な中域で、高域と同じクリアで伸びる中域で、その分ボーカルの線がちょっと細く感じる人もいると思います。でロー低域はこれも高質な低域で、アタック感やキック感はあるんですが、線もこれも細く感じるかなという、迫力のある低域ではございません。で音場音上は左右に広く、上下は普通です。で空間は中高域が横と上に広がっていく空間な感じです。こんな感じで。で音の傾向はね、やっぱムーンドロップらしい硬質って硬いカリッとした音で、中高域が主張してくるまあ硬い音だなっていう感じで、まあムーンドロップの音が好きな人はもうこれも好きだと思います。であとは中高域がくっきりがっきり出ていて、まあ硬めな音が好きな人にもおすすめです。なので逆に柔らかい音、優しい音、低域がずんずん出ているのが好きな人、ドンシャリが好きな人、ウォームな音が好きな人にはおすすめできないかなっていう感じです。ムーンドロップって結構ね、感触系な音が多いので、あとはみやびがちょっと言いましたけど、まあここはボリュームでなんとかなりますけど、音の厚みがダーンって欲しい人にも物足りなく感じられるかなという感じでございます。うなぎがなので、まあなんだろう、ウォームじゃないクール系、感触系の気疲れのしないナチュラルサウンドっていう感じで、ウォームなのかクールなのかの違いです。なのでまあね、これ価格言ってないですね。まだ聞いてない。ムーンドロップ、竹と書いて中、いいイヤホンさん、マイク付きがね4140円です。でマイク付いてないと、4000切ります。3900いくらかな確か。なのでそんな安いんで、まあ前なんだっけ、クォークやったじゃないですか。あれよりちょい高のまあエントリーですけど、これもでもいいね、4000円でね。っていう感じになっておりました。というわけで、みやびさんはこちら、水月雨ムーンドロップ中、マイク付きは4140円、買いますか買いませんか？買いまーせん。ちょっと悩んだの。なんかね、この感じ好きだし、結構私。で、なんかこれ、なんか付属のこの、ぶっとやつあったから、はめやすかったし、耳にもね、あったし、音も良かったんだけど、ちょっとなんかあれかな、まだ物足りなさはあったかなって。まあ値段がねあれだからそうなんですけど、そう値段がさ安いゆえに、悩ましいと思ったけど、QCY さんがね、また違うけど有線だからあれ、Bluetooth だからさ、違うけど良さを知っちゃったからね、もっと安くていい音あったもんなみたいな。まあそれ言うんだったら科学的に太一さんがぶつかってきます。まあそうね。太一さん抜けないね。付属、そうか、不変何？不変。はい。って感じです。わかりました。はい。じゃあひもじいさん、ムーンドロップ、竹と書いて中。こちら、売りますか？売りませんか？売りまー中。まあね、売りますよ。なんでかって。僕クール系の音嫌いだし、硬いくっきりかきり系の音をね、いや硬いくっきり系、これ売ります売りませんは、僕正直に、僕が所有するかしないかを言うんで、悪いいい悪いじゃないんで、そこを誤解しないでくださいね。初めて見た方とか常連さん分かってますけど、テロップさ、いつも米印でさ書いといたら、いやそういうことはね気が向いたりします。OK です。なんで硬いくっきり系の音は僕は苦手だし、ウォーム系ってずっとね宣言してるので、まあ売ります。ただ僕と違う、グランさんとかもそうだけど、うちの組一もね結構いますけど、まあクール系、感触系で中高域ちゃんと出てる、くっきりかっきりな音が好きな人にはもう全然おすすめだと思います。僕は真逆の音が好きなんで、嘘つけないので売りますっていうだけで。これが悪いから売るわけではないです。4140円、マイクなしだと3000円台、考えたら、まあ、すごいと思います。といったところで、今日も早く終わった感じですね。何分かちょっとこれから見ていきます。14分と見た。12分かな。というわけで私はドローンします。シュッシュッシュッ。何分でしょう。10分ちょうど。マジか。私の体感時間バグってんな。世界線も。はい。まあ皆さんね、よかったら、ぜひともチェックしてみてください。ムーンドロップね、なんかもうこういう系さ、うち結構みんな気になってる人多いからさ、どんどんね、チェックしてみてもいいんじゃないかなって思います。なんか楽しいと思う。なんか新しくないか、音的には。なんだろう、なんかね、なんて言うんだろうな。うまく締めたいな。まあ、そんな感じです。はい。何引っ張ろうと。バレた。違う。引っ張ろうとじゃないんですよ。なんかうまく言って、ベーって締めようと思ったんだけど、ちょっと出てこなかったので、皆さんのご想像にお任せします。皆さん、ありがとうございました。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー。